はい、皆さんこんにちは。今日は、前回一曲深掘りシリーズの第3回目として、コレルリー作曲の、ラフォリアの前半部分を、皆さんにお届けしたと思うんですけど、本日は同じくラフォリアの後半部分、これを演奏して解説していきたいと思います。それでは早速ね、この後半部分、ちょっと一回演奏してみたいと思います。
結構大変な曲なんですけど、ちょっと最後の方失敗しました。すいません。難しいですよね。まあ前半部分も難しかったけど、この後半の特にもうフィナーレの辺はもうめちゃめちゃ難しいです。はい。ちょっとじゃあ順番にね見ていきたいと思います。レラファ。このね、このスタッカート、ダウンもアップもね、同じ感じでこう弾けるんで、それで威厳があるんですけど、ちょっとすみません、音悪かったな。この横の弦がね、ならないようにできるだけ威厳してくださいね。こうとか。こういう風にならない。こう無音でこういう風に威厳して、無音で威厳して、こうね、それを気をつけてくださいっていうことと、あと、これもゆっくり練習してもらっていいと思います。とか、ね。まあ、これねそんなに難しい音階じゃないんで、まあ、慣れていただいたら多分それほど聞いた感じよりはまあ弾きやすいと思います。はい。まずはちょっと見てみましょうか。ここですね、シラスは見れたシラ、32分音符ですね。この C をね、C のフラットがね、忘れやすいですね。こうなるやつね。こう。次、セカンドに上がって。次、こっからちょっとゆっくりして、ドー、タン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 。わかりますかね、ここのアダージョからのここのテンポっていうか、ね、リズムがものすごい取りにくいんですよ。ここは難しいですね。皆さん大体これやるとちょっと混乱してしまわれます。ラーラーレドシラーラーシシドドファミレドシドドレレミレドレシラソソラソバソラ、こうですよ。これ一回ね、分からなくなられた方はこうやって手で歌いながら叩きながら歌って、この表紙を取ってみられるとちょっと理解ができると思います。いきなりこうね、こう弾いたらちょっと分からなくなりますよ。それで歌って、これであとメトロノームを使ってね、これここは練習していただくといいと思います。ここ難しいですこれね、じゃあその次ね、タラって人いくぞ、タラでまたここで威厳してタンタン、こういう風にしないで、これ意味一回止めてポンついて、こんな感じね。これで進めるとね、うん、そんな感じで、で最後のこれ全部アップで一個ずつついていく感じね。ここはドミミラッタでサードで上がってね、ちょっと弾いてます。ここセカンド、ここハムエクスでセカンドで置いて、ここは次、ここね、ここ書いてますけど、ここ中間音に、レーノート取ってサードで上がってください。ミードソンとかね、で4だけ取りに行ったらこうやって外れる可能性なんで、
こうレーで上がって声を取ってください。まずそれ素早くできるだけレーの音が入ってるのがあまりわからないようにとこうならないでね。こんな感じでこんな感じでね。それで練習してくださいね。でその次がシンコペーション。シンコペーションというのは裏拍が強くなるっていう感じです。パーパーパーって感じで、大抵はパーパーパーじゃないかですか。それをパーパーパーですから、ちょっと見てみましょうか。この最初のこの休符、この8分9分というのは非常に重要なんですよ。これ必ず感じて入ってくださいね。じゃないと伴奏とずれますんで。パーパーパー、タッティタッティタッティタッタッタ。ね。これもさっきと同じように手を叩いて、やられるといいと思う最初。タッタッタッティタッタッティタッ。ね。それで、練習してみられるといいですね。って感じでね。大丈夫ですかね。これで、ね、次のページ、ここはターン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 っていうのはね、これも堂々と、もうできるだけね、こう密度の濃い感じの音がいいですね。感じで。元読みが強くて先読みで抜けていくとか なしにね、そうならないようにビブラートもかけられたわけでね。さらに大きくって感じで、ね、音が高くなったらより強くするような気持ちで弾いていたりですね。何も書いてないですけど。で、次の段だったらちょっと急に雰囲気変わって、これ物悲しくちょっと優しくね弾いていただくといいと思います。でこれ難しいですね。これ慎重にね、ここ慎重に弾いてください。できるだけ合わせてくださいね。こうなる、こうなる。でそのまま置いといて落ち着いてからこの難しいこれやるといいですね。これ難しいですよね。これね、これ整えをしっかり作ってね、こう横の弦にできるだけ擦れないように、私さっきちょっと擦れてましたけど擦れない方ですね。で弓先でやった方がいいです絶対ね。この辺でやったら大きい音になってちょっと操作もしにくいで、ここはこうじゃなくてこここの辺で、でここはちょっと楽譜見てみましょうか。ここね、ここはファー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 ミー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 ってレラ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 とこう二人で弾いてるみたいな効果を狙ってるんですね。でこのファーは上は8分音符ですよね。下は16ですから、だからできるだけファーファーファーは途切れないように弾くって感じですよ。こういう風にならないね。ファー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 ミー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 ってなってるような感じで、でここはまた難しいですね。これね、これ和音で弾いてるような感じですよ。でこう和音で弾いてるようなイメージでこれ練習するといいですね。それをタラタラで分けて、で弓戻してすぐこれすぐ戻してください。こうダウンダウンね、
これすぐダブルしながら、ここ難しいですけどね。その身を置いたまま2ゼロして、次ファーストに置いて、これ C のフラットを押さえながら上だけ取る、そらそらそら、 C も弾いとくんですよ。で、1,2,3 素早く押さえて、で、これ10連符ですね。これ1拍のうちに10連符入れなあかんですよ。これ、ね、まあこれゆっくり練習したいです。これは12連符、さらにたくさんですね。まあこれもゆっくりって練習して、これね、昔の学校ね、セカンドポジションでやったんですけど、今は3って書いてますから、ファーストポジションですね、これね。これもゆっくりで練習してもらったらいいと思います。右を上げて素早く戻して、そのままアップで、この形難しいね、ラドミしっかりトンネルを作って戻して、次は4本、それ CC1100、次ね、一番最後のところですけど、次のここ最後のところはこう斜線でピャッピャって書いてるじゃないですか、ザーンと。でここでちょっと一回弓を離した方がいいと思うんですよ。ターンターンっていう、これ多分ね、そのアフタクト的な感じなんですね多分ね。そこはちょっと離して、こっちの方に繋がってるんで、このファ、ここの斜線が斜めに入ってる、ここはちょっと一回弓を上げて、次に備えた方がいいですね。これも位置でラとミと一緒に押さえといて、ミファミファだけ取り出して、ちょっとゆっくりして、ここは16ボンブですけど、ちょっと長くていいです、リタルドがかかったんで。って感じです。最後もう堂々と終わってくださいね。これ最後まで入るかな、ちょっと一回最初からそこまで最後まで一回楽譜見ながら弾いてみたいと思います。途中で切れたらすみません。Thank you.
ちょっと大きく下げてください。ということで2回に分けてこの一曲深掘りシリーズ、第3回目 の, このラフォリアを演奏と解説をさせていただきました。またね、機会がありましたら第4回目第5回目でこのシリーズやっていきたいと思います。これね、特に定期的にやってるわけじゃないんで、思いついたら多分またアップすると思いますんで、よろしければチャンネル登録ですね、チャンネル登録しておいていただければすぐに、気づいていただけますよね、私がアップしたのはね。ぜひとも、このチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はそれではこれで失礼します。ご視聴どうもありがとうございました。